こんにちは、秋葉仁です。ただいまですね、会津若松にやってきました。FM 会津というところでこれから、放送になると思うんですけど、このね、蔦屋のね、何でも5階にあるそうなんですね。今一足先になすびさんの方は、打ち合わせに行きました。2人でね、車で、北方から、会津までやってきたんですけど、ここでね、これから放送するのを僕は見たいと思います。はい、中に入ってきました。ここがですね、FM 会津というところです。ここでね、今もう、なすびさんがスタジオの中に入られました。ここからですね、いろんなお話をしていくことと思います。それではちょっとね、覗きたいでしょ、覗きたいでしょ、まあ、覗きましょう。ほら、今記念撮影してるから、一生懸命ね。だからこれからね、番組始まると思いますよ。どうですか、ね、でまた僕はついここにカメラを仕掛けております。こんな形ですね。中の模様もちゃんと映しつつ、外側も映しつつですね。うん、僕意外とやるでしょ、カメラ仕掛けたりね、結構やるんですよ。できる男なんですよ、たまにはね。でもこれから番組ちょっと楽しみですね。さあ見てくださいよ、意外とね、ギャラリーがこう集まってきてますね。あ、全然大丈夫です、大丈夫です、はい、もう写真じゃんじゃん撮ってください、はい、なんだったら僕撮ってくれてもいいんだけど、僕全然知名度ないですね。はい、喋りました、はい、おお、すごいじゃないですかね、結構集まってくれましたね。よかったね、素晴らしいです。はい、常にですね、ポーズを撮ったまんま写真撮りながら喋っております。これプロの技ですね。耳かしながら表情はほら、怖いですよ、撮られてます、いっぱい撮られてます。嬉しそうですね。今そこでなすびさんが放送してるんですけど、このね、福島のビルの、この FM 局があるビルの屋中、ここのフロアから見る夕日がね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。ちょっとお見せしましょう。ああ、ビデオだと映んないかな。はい、今ね、ビルの間にほら、日が沈んでいきますよ。美しいじゃないですか。わあ、まん丸の日が、今日も一日終わるっていう感じですね。はあ、いいね、いいよ。ということで、今 FM 会津さんの方でなすびさんが、FM に出演してますけど、はい、出演させていただきました。いかがでしたでしょうか。いやー、これね、本当にね、ここのね、同じ、フロアにいる、方もね、なんかちょっと応援に駆けつけてくださったりして、すごく心温まる楽しい放送をお送りできたんじゃないですか。そうですね、しかも、はい、お土産もらってましたよ。いや、ね、ありがたいことでメッセージカード付きで、リンゴをいただいてしまう。美味しい会津のリンゴですね、多分ね、ありがたいです。しかもね、リスナーの方からもなんかメッセージをね、食べてたみたいなんで、本当に、短い時間だったんですけどもね、いい放送になったんじゃないかなと、はい、楽しみです。そうですね。で、一応リスナーさんから届いたものとか、それからコメントとかも全部なすびさん目通してますので、はい、ぜひじゃんじゃん送ってください。ぜひ桜でも何でもいいんで送っていただければよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで FM 会津からお送りしました。はい、ではまた。はい、行きます。